ゴールデンウィークも終わり、初夏の日差しもまぶしい昼下がり、都内一等地にその異様を誇る白鷺学園に一人の生徒が転校してきたのでありました。ああ、今こうして足を踏み入れたこの学園で、彼は人生の黄金時代を手に入れることができるのか。これからの生活を思い、その胸はトクトクと高鳴るのであった。で、男の解説してもつまんないのね。あ、紹介が遅れましたね。私はこの学校の校医を務める天井無法、以後よろしくね。え、それより転校生はどうしたって？何を言ってるの。転校生ってのは君のこと。これから1年間もあるんだからね、しっかりしてよ。それじゃあまた後ほど。おめでとう。あなたも今日からこの白鷺学園の生徒です。私が園長の石原夫妻、そしてこちらが英語担当の青山先生。当学園切ったって。それじゃ青山先生、残りの書類を。はい、園長先生、よろしいかしら。この書類に必要事項をすべて記入してください。それであなたも正式に。